はい、どうも、こんにちは。沖縄馬場でございます。はい、今度はミケタンですね。可愛い,いですね、ミケタン。ね、えー、なめなめしております。はい。ミケタン、後ろから見るとね、丸いんですけど、この子ね、結構痩せてるんですよ、これでも。はい。えー、まあもう12歳ですからね。はい、えー、ちょっとね、えー、中高年の部類に入ってきましたね、ミケタンもね。はい、いっぱい長生きしてくださいね、いい子ですね。はい、えー、今日も、おー、 ウェットフードをたくさんね、お食べになって、えー、まあ、水分補給もね、いい感じにできております。猫ちゃんね、お飼いの皆さん、あの、本当にあの、夏はウェットフードをちょっとあげてくださいね。あのー、水分補給できるんでね、猫って自分からね、あんまり水飲まないんですよね。なんで、えー、飼い主側がね、ちょっと気を配ってあげる必要が出てくると思っております。はい。 えそんなこんなで、これちょっとね、えー、ちょっとだけ古い記事なんですけど、って言っても2日ぐらい前なんですけどね。2日ぐらい前の記事で、まあ,あ、これも海外の記事です。ゼロヘッジさんからの記事でございます。えー、まあ、なんと言うか。まあ、もう一つあるんですけどね、紹介したい記事が。はい、えー、鶏肉ですね。 えー、ブラジルちゃんです。ブラジルの鶏肉が、まあ、輸入禁止になっちゃった、輸出禁止ですね。輸出禁止になったようでございます。輸出禁止。高くなりますよ、鶏肉。はい。えー、まあ、日本産のはね、まあ、ね、変わらないとは思うんですけど、えー、これと、あの、水害でね、水没したとかっていう話じゃないんですよ、実は。 で、鳥のインフルでもございません。鳥インフルで、まあ、輸出できなくなってるっていうのとも違うんですよ。はい。ニューシックがやってきました。ニューシックが。はい。新たなる、新たなる、ね、えー、なんと言ったらいいんでしょうね。お病気でございますね。新たなる。 えー、これね、あのー、貼っておきます。一応、英語の記事です。ゼロヘッジさんからの記事でございます。えー、貼っておきますんで、見に行ってください。Google さんでね、えー、これ、あのー、飛んでいただくと、Google さんで飛んでいただくとね、あのー、自動翻訳してくれるんで、非常にすっきりわかりやすく読めると思います。はい。 えー、まあ、ね、英語で読みたいという方は、あー別に Google さんじゃなくてもいいですよ。はい、えー。どういうことが生じているかというと、新しいお城ですね。ニューキャッストル。ストルでございますね。新しいお城。はい。お城でございますね。はい。ありますよね。江戸城とかね。大阪城とかね。あのお城でございます。はい。はい。 あの、お城でございますね。キャッスルですね。はい。まあ、新しい、こう、お城のね、えー、まあ、ウイちゃんというのが発生してしまいましたよということです。新しいお城のウイちゃん。はい。えー、お分かりになりますでしょうかね。えー、ちょっと、意外ですよね。あれあれインのフルフルじゃないの って感じなんですけど、えー、なんか、こちら、ちょっとまずいみたいですね。えー、新しいお城のウイちゃん。はい。新しいお,しお,お城のね、ウイ、ウイちゃんですね。ウイのね、ウイ、ウイ、はい。イエスじゃありません。フランス語でイエスのことをウイ。 と言いますけど、これはあのそちらのウイではございません。ウイではないです。はい、ウイボンジョールのではありません。ボンジョールですね。えー、ボンジョールですね。ボンジョールごめんなさいね。イタリア語となんかごっちゃになってしまいました。はい、えー、ボンジョールでございますね。はい、ウイちゃんでございます。ウイのね、オルスちゃんでございます。オルスですよね。はい、ウイのオルスちゃん。はい、新しいお城のウイの お留守ちゃんということで、これ何が問題かというと、えー、鳥ちゃんは鳥ちゃんなんですけど、えー、まあ、えー、まあ他のカキ類ですね。他のカキちゃん。はい。えー、アヒルとか、七面鳥とかね、カモとか、まあいろいろね、日本でもアイガモとかね、育ててますからね。はい。こういった他のカキちゃんに、 まあ、ね、えー、電のちゃうみたいですねストッキが。ストッキングがね、よく電線しますよね。はい。えー、電線しちゃいますよね、ストッキングね。えー、あの電線でございますね。はい。えー、そういうことなんですよ。で、これがどうやら、あ今回、えー、輸出禁止になったと。はい。輸出禁止でございます。 値上がりしますよ、これ、鶏肉。はい。えー、なんだかんだ言ってもね、あの、ブラジルから輸入してる鶏肉って結構多いですからね。で、今回、あの、なんていうのかな、洪水でダメージ受けて、かなり高くなっちゃってますよね。鶏肉ちゃんが、なんか、あね、えー、そんなに量がね、やっぱ入ってこなくなってて、えー、まあ、高くなってますよね。鶏肉加工品とかね。はい。 え、鳥ちゃんとかね。まあ、ケンタッキーはとりあえずあの国産鳥なんで関係ないとは思いますけど、はい。えー、ちなみにブラジルの鳥ちゃん、輸出禁止になりましたよということでございます。輸出禁止でございます。まあ、日本でまだ在庫があると思うんで、冷凍してあるね。えー、結構たくさん買って、日本でね、あの、在庫置いてるんですよ。 冷凍して、冷凍の状態でっ、まあ、買ってね。で、まあ、結構それの在庫ってまだあるとは思うんですけど、はい、今牛肉が高くなってますよね。で、えー、豚肉も高くなっちゃってます。この、この前ね、言ったように、この暑さで、まあ食欲が落ち,落ちちゃってるんですよね、豚ちゃんたちのね。で、えー、まあ出荷できる豚ちゃんが少なくなっていて、 えー、まあ、豚肉も高くなってると。そんな中で起きた、この、ブラジルの新しいお城のウイちゃんでございます。はい。で、輸出禁止になりました。はい。輸出禁止です。まあ、ブラジルからね、結構輸入してね、日本は、あかなり消費してるんですよ。はい。 まあ、いろんな、こう、加工食品に使われてるね。えー、まあ、いわゆる唐揚げとかありますよね。えー、鶏団子とかね。そういうのだいたいブラジル産だったりするんですよ。これが輸出禁止です。はい。輸出禁止です。何度も言いますけど。なんで、相対的に、まあ、鶏肉は足りなくなってくるでしょうね。はい。まあ、相対的に、まあ、 ま確実にね、はい、確実に値上がりしますよ。相対的に足りなくなってくるんで、加工食品にね、回す分の、えー、まあ、鶏肉もなくなってきますし、まあ、お安いね、ブラジル産の鶏肉って時々スーパーでね、安売りしますよね、100グラム100円とかでね、ええー、まあ、高いな、まあ、それでもね、一時期よりはかなり高くなってますけど、まあ、そういったものが、 あまあ、少なくなるんでね、今後。はい、どのくらい、まあ、冷凍の在庫があるのか、ちょっとわかんないんですけど、まあぜ、冷凍の在庫がなくなり次第、めちゃくちゃ上がるっていうことになります。はい。ブラジルの鶏肉、輸入、輸出禁止ですね。はい、輸出禁止でございます。 まあこれ結構大変なことになると思いますよ。肉類はあどん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 値上がりして、えー、食べるのが困難になる可能性がございますね。ということですね。はい。まあ、お好きな方はね、私も食べなくてもいいんですけど、肉類はね。お好きな方はまあ、安売りの時にちょっと多めに買ってね、えー、小分けにして冷凍しとくのもいいんじゃないんでしょうかね。ただし、これ、 うーんあれですね。停電とかになっちゃうと冷凍やばいですよね。はい。えー、まあいろいろね。もういろいろとね、頭抱えますよね。こういうところね。えー、まあ缶詰の焼き鳥ぐらいはね、まあ備蓄はしてますけど。はい。えー、でもあんまりね、今のところ、あのー、動物性のものはそ、まあ食べてません。まあ一週間に本当に一、二回ですね。食べるのは。 はい、えー。そういうことですね。まあ、卵と牛乳は食べてるんで、えー、卵と乳製品ですね。えー、まあ、タンパク質はあ、まあ、取れてます。これで。はい。えー、そういうことでございます。えー、皆さんね、本当あのー、ちょっと考えないといけませんよ。お肉類はね。で、まあ、変な話なんですけど、混ぜて作れば結構、あの、節約になります。た、あのー、例えばハンバーグを作るのでも、 全部をお肉ではなくて、半分お豆腐にするとか。はい。半分お豆腐で、半分ね、お豆腐の水切った豆腐ですよ。水べちゃべちゃだと困るんで、木綿豆腐を、まあ、沖縄だとね、島豆腐ですね。をよく水を切って、で、えー、まあ、お肉ね、半量半量ぐらい混ぜていただいて、で、あと、同じようにつなぎを入れてね、よくかき混ぜて、ハンバーグを作っていただくと。 こうするとお肉の量は半分でも、まあ、タンパク質が結構取れますよということになります。で、子供たちはね、あの、このお肉の味が好きみたいなんで、子供がいる家庭はね、こういうのを作ってあげればいいんじゃないかなって思ってます。はい。えー、今後、鶏肉も値上がりしてきます。はい。えー、なんか新しいお城のウイちゃんが発生してしまったんで、えー、ちょっとこれはもう避けられませんね。 はい、えー、まあ、人類全体ね、もうあの変な話なんですけど、多少ね、肉食は控えた方がいいと思いますよ。全部を全部ね、今すぐやめろっていうのは無理があると思うんで、なんでね、多少控えるっていうことに、まあ、貢献するかもしれませんね。はい、まあ、多少控えた方がいいんですよ、本当に。あんまり健康にいいものではないんで、あの尿素ですね、えー、まあ、肉類って、あの やっぱりあの動物のね、あの血ですね、血、はい体液ですね。この中に尿素が含まれてるんですよ。この尿素っていうのが腎臓でね、何、えー、て言うのかな、ろ過するんですけど、あの、老廃物をね。その老廃物になっちゃうんで、この尿素っていうのはね。なんで、まあ腎,腎臓に負担かけるんですよ、肉食って、基本的にね。なんで、 えー、まあね、えー、控えめにした方がいい,いいかもしれませんね。まあ本当に植物性のものと半々みたいな感じでね。まあお肉好きな人には厳しいかもしれませんけど、でもまあ、ああ、半分半分ぐらいにすればね、お豆腐。はい、お豆腐とお肉とね、半分半分ぐらいで、えー、まあ、ハンバーグなんか作っていただくと、割と味にも支障が出ません。100%ね、えー、まあお豆腐で作っちゃうと、 まあやっぱりお豆腐のハンバーグかなっていう感じはしますけどね。はい。まあそういうことです。私はもう豆腐のハンバーグでもね、食べられてるんで全然大丈夫なんですけど、えー、お子さんがいるうちは、あそうやってね、えー、もし今後、まあ鶏肉もガンガンと値上がりしてくるようだったら、こういったね、アイデアを使ってくださいませ。はい。えー、そういうことでございます。まあいろいろとで出てきます。そんな中でね、 えー、タケノコ。はい、タケノコ。今年は被害10倍だそうです。日本のタケノコ。妄想ですね。妄想タケ。はい。こちらの方がイ、イノシシにやられて、去年の10倍被害が出ているそうです。えー、ね、美味しいタケノコご飯、ね、もう、もう季節は過ぎてるとは思うんですけど、 えー、でもねやっぱり、えー、これ来年に影響するのかなっていう気もしてきましたはい、えー、ちょっとこれもね、えー、あいやまあ食料のねまあ取れなくなる前兆なのかなって思いますでこういった野生動物ですね被害が増えてますけどこの野生動物がね、えー、森でね食べるものがないっていうのはまあ人間にも責任の一端がありますからはい えー、木を切り倒してね、ソーラーパネル並べた結果だと思うんですよ。ね自然のままでいったら、こういうことはね、まあ、あんまり起きませんよねってことです。はい。人間はね、ちょっと、あのー、自然破壊を考えないといけないんじゃないかなって本当に思います。こちら一応記事になってるんでね、両方とも貼っておきますので、よろしくお願いします。 まあお子さんがいるうちはあまあどうにかして工夫してね、えー、動物性のタンパク質もまあ取らせてあげた方まあ子供好きなんですよね肉がね、えー、取らせてあげればいいかなとは思いますけどはいまあ工夫です工夫まあでも夏はね本当あのお肉類はちょっと腎臓に負担がかかるんでねそれでなくても水分量とかね多く取るんでね腎臓負担かかってるんで えー、まあ、取らない、取らなくても負担かかるし、取っても負担かかるし、まあ、夏は大変なんでね、えー、とりあえず、夏は、まあ、肉、肉食は控えめにがよろしいんじゃないかと思います。それでは、皆さんまた、ごきげんよう。沖縄、あおばまででした。どうですか、みけたみけたにょっ。にょっ。ねえ、かわいいですね。